豆散歩。今回は沖縄本島一周グルメ巡り。本島最北端で1ヶ月の移住生活と自給自足。9割の観光客が訪れない世界自然遺産の絶景。少し長くなりますので、興味のないところはスキップしてください。移住先の最北端へ向かいます。空港からは3時間車を走らせます。国頭村に入りました。漁港でランチにします。糸満漁港や国際通りの沖縄ソウルフード巡りもあります。沖縄旅と地元飯をまとめました。最後までお付き合いください。外でも食事が楽しめます。ヘントナ漁港の海の色が美しいです。軽石で大変な被害を受けたヘントナ漁港です。今は元の美しさに戻りました。早速中へ入りましょう。外は暑いので中でいただきます。ヘントナ漁港で水揚げされた魚がたくさんありますよ。地元民がおすすめするお店ですよ。刺身3点盛りと地魚フライ1350円。なぜか刺身が5種類でした。近海マグロ、カンパチ、ジン、ミーバイ、タコ。沖縄で獲れたマグロも美味しい。フライはカジキマグロです。まだまだ北へ進みます。天気がいいので最高です。30分ほど走ると着きますよ。限界集落で1ヶ月の生活と本島最北端のパワースポット紹介します。着きました。私の実家のある移住先宜生です。山と海に囲まれた自然豊かな村です。やんばるの限界集落です。空き家が多く、村の住人は70名くらいだと思います。今日は少し波が高いです。家の前の畑、パパイヤがありますよ。野菜はほとんど作ります。花も美しいですね。高齢グースですよ。私が去年植えました。朝6時、海に虹が見られました。ラッキー。今日は何かいいことがありそうです。それにしてもいい天気です。隣の家で冬瓜を収穫してきました。いただいて調理します。
冬瓜とシーチキンの炒め煮にします。沖縄はシーチキンをよく使います。冬瓜の定番田舎料理です。冬瓜と三枚肉の煮物。三枚肉は甘辛く煮つけてストックしています。安納芋をいただいたのでふかしていただきます。パパイヤや島バナナは村の至る所にありますよ。島バナナ、グアバ、マンゴー、ドラゴンフルーツ、島バナナ、パイナップルもいただきました。村では収穫したものはみんなで分け合って食べます。スムージーにしていただきました。そのままでもすごく甘いですよ。今日はパパイヤを収穫します。たくさん収穫したのでみんなに分けます。毎日退屈せずに田舎暮らし楽しんでいます。ナーベーラーをいただいたので料理しましょう。ポークランチョンミートと島豆腐と炒めにします。やんばるのソウルフードです。ナーベラーとはヘチマのことです。フーチャンプルーを作ります。これも沖縄の定番料理ですね。もやし、人参、ニラと一緒に炒めます。フーチャンプルー大好きです。美味しくできました。ソーミンチャンプルーも沖縄のソウルフード。いとこがヤギを飼育しています。昔から食べるためにヤギや豚を飼育していました。ヤギ汁をいただきました。沖縄の人はヒージャー汁大好きです。沖縄本島最北端の漁港です。フーヌイユの漁獲で知られています。フーヌイユとはシイラのことです。沖縄ではマンビカーと言います。ギナマではフーヌイユと言います。富をもたらす魚の意味です。第二小子荘園王が住んでいたところに神社があります。網を仕掛ける準備をしています。村の中心に公民館と共同売店があります。
毎年住人が少なくなって寂しくなってきました。網を仕掛けているみたいですよ。魚が入るのを待ちます。浅瀬で網を仕掛けています。干潮になったので海を散歩してみます。村では網を仕掛けて魚を取るのも昔から男たちの仕事です。村の男たち全員で魚を取りますよ。魚は鱗を取り調理しやすいようにします。カラフルな魚がたくさんです。青ブダイなど南国の魚ですね。きれいに処理するまでが男たちの仕事です。あとは女たちが調理します。イワシの子供ミジュンです。カリカリに揚げておつまみにします。青ブダイの刺身。この魚も小さいので油で揚げます。黒むつみたい。白身がホクホクして美味しいですよ。グル君も唐揚げにして食べます。グル君の唐揚げはソウルフードです。伊勢海老も取れました。島バナナも収穫しました。意外と毎日忙しいですよ。またさばいています。夕方、獲れた魚で外でバーベキュー。肉はやんばるにしかないイノブタの肉です。海ぶどうは港で養殖しています。みんなで楽しくいただきました。若者のいない村での暮らしを楽しんでいますよ。南蛮漬けにしてみました。ゴーヤももらいました。ゴーヤチャンプルーです。国頭漁港で加工しているカツオの子供。グルクマの鉛節です。おいしい。キーツマンゴー。皮が緑のマンゴーです。美味しいですよ。トウガン、ゴーヤ、ナーベラー、いただきました。今日は弟が大物を釣り上げました。10キロのサワラです。さばいてみんなに分けます。村の男たちは漁師でなくても上手にさばけますよ。村のみんなで食べます。田舎暮らしは助け合いがなければ生活できません。都会暮らしをしていると不便を感じることもありますけど、ギナマでの暮らしはストレスがなく最高です。
小さい頃からの友人もいますので寂しくはありません。何より年を取った親のことが気がかりです。みんなに届けたいと思います。毎日違う夕日を見るのがすごく楽しみです。一年に何度か田舎暮らしをしています。バスも一日一本しかありません。車がないと生活は大変です。この村からほとんど出かけないで、毎日畑の草取りをしています。笑い。今日は那覇市から妹が来たので、辺戸岬へ来ました。昔、遠足でよく来ました。沖縄本島最北端です。龍神様を祀ってあるパワースポットです。空港からは遠いので観光客はほとんど訪れません。残念です。沖縄の人もほとんどの人が知らないのでは。龍神様から最強のパワーがもらえるそうですよ。知らないともったいない。沖縄の祖国復帰を願いって、この辺戸岬に集まり、与論島に向けて火を起こし、合図を送りました。祖国復帰を勝ち取った記念碑が建てられました。今日は土曜日なので、お店もオープンしています。お昼を食べましょう。取り出しの沖縄そば、700円。景色も最高です。大きな三枚肉が入っています。タコライス700円。おいしい。沖縄のソウルフード、最高。カフェもありますよ。景色を眺めながらコーヒーをいただきます。最近やんばるでもコーヒー栽培が盛んですよ。やんばるコーヒー500円。軽食やジェラートなどもありますよ。珍しいカルトス地形です。那覇からは少し遠いですけど、ぜひ絶景を見に来てもらいたいと思います。沖縄戦の歴史を語るには欠かせない場所ですよ。また野菜が届きました。ありがたいです。ゴーヤチャンプルー、人参しりしり。第石林山へ来ました。稲間を守るようにそびえ立つ山です。地元民は石山と呼び、ユタやノロたちの修行の場所、足向いと呼ばれる40以上の右岸樹があります。沖縄の歴史はここから始まったと言われています。今は整備されて山を散策することができます。
2億5000年前は海の底にあった場所。神様が沖縄最北端のこの岩山に2人の男女を降ろし、人間が住めるようにと命じたのが初めで、沖縄に人間が住み始めました。いろいろな神話が語り継がれるパワースポットです。沖縄戦でも何一つ被害がなく、この岩山に避難した地元民は全員無事だったそうです。沖縄旅行のコースに入れて最大級のパワーをもらってください。山の至るところがパワースポットになっていますよ。怖いくらいすがすがしい気持ちになります。奄美キヨ族が辺戸岬近くの浜に上陸。この山に住み始めたともされています。たくさんの神様がいる山、たくさんの神話がある山、歴史に興味のある人にはたまらない場所ですよ。美ら海展望台からの絶景です。子宝が授かる石。3回くぐると新しく生まれ変われると言われています。ずっとこの景色を見ていたい。戦時中アメリカ軍の艦隊をこの山から見ていたそうです。神秘的なガジュマルの森。私はこの森で蛇に遭遇しました。村のおばあたちによると、蛇を見ると金運アップするそうです。それにしても神秘的で美しい。ソテツの赤い実は食料として重宝されました。この山は地元では黄金の森と呼びます。今度ゆっくり世界自然遺産の村の歴史を調べてみたいと思います。すごく興味があります。ガジュマルの森が違う世界に連れてってくれます。健康と長寿をお願いしました。動画をご覧の皆様にもきっと幸運が訪れますよ。山の精霊が住むガジュマルの森と言われてます。
新石器時代に作られたと言われています。東から昇る太陽を拝んでいたとされています。歴史に興味のある方はガイドを頼むといいですよ。売店でジェラートを食べましょう。沖縄の石を集めた石の文化博物館もありますよ。売店ではヤンバルクイナが迎えてくれます。チュラトマト、ベニイモ、シークワーサー、さっぱりして美味しいです。今日はグミであるものを取りたいと思います。ウミウシ、これを取って調理します。ヤンバルでしか食べないと思います。潮が引くと騎士が現れて散策することができます。毎日散歩しています。取れたものを茹でて内臓を取り出します。味噌で炒めてニラを入れて出来上がりです。地元民にとってはごちそうですよ。昔からの田舎料理です。今日は東村へパイナップルを買いに行きます。東村にある福知ダムの下流です。福知ダムは沖縄で一番大きなダムです。知り合いのパイナップル畑で直接買います。畑で買うと安いです。内地の友人や娘たちに送ります。東村の赤土がパイナップルを美味しく育てるそうです。新しく山の中にできた道の駅。ヤンバルパイナップルの丘、アハ。オープン前なので、まだお客さんはいません。ヤンバルクイナを見てみましょう。道路でも遭遇することがありますよ。わかりづらいですけど、ご覧ください。
絶景レストランへ来ました。大宜味スカイテラスです。絶景を楽しみながら食事ができますよ。ランチセットのドリンク、マンゴー、グアバ、シークワーサー、ランチセット1850円の前菜です。野菜など食材はすべてヤンバル産を使用しています。かぼちゃも甘くて美味しいです。シークワーサードレッシングがさっぱりといただけます。ボロネーゼ1430円、カレー1430円、ランチセットの白インゲンのスープが絶品です。メインは鮮魚とエビのキヌアソースです。魚は沖縄産の町のネギソース。町はタイの一種です。キヌアソースも美味しいです。デザートは杏仁プリンと単管ケーキ。美味しくいただきました。大宜味スカイテラスからの景色がすごいです。塩屋大橋が見えます。やんばるでの移住生活も終わりました。あっという間の1ヶ月でした。後半は首里城や国際通りの地元飯巡りをします。最後までお付き合いお願いいたします。首里城にやってきました。一昔前までは沖縄の住宅はこんな感じでした。沖縄はいつまでも暖かく過ごしやすい。シンボルの守礼門が焼けなくてよかった。善意の寄付のおかげで復興作業も進んでいます。本当にありがたいことです。早く元の首里城が見られるといいですね。首里駅近くにあるラーメン屋さんに来ました。赤道ラーメンさん、いつも気になってました。濃厚エビ、辛味噌ラーメン、800円。
餃子390円、エビ味噌の香りがすごいです。エビもプリプリ。中太麺に濃厚なエビ味噌、スープが絡み合って最高に美味しい。肉汁たっぷりの餃子もおすすめです。食券を買って注文してくださいね。上野チキンの若鶏の丸焼き、沖縄へ行ったら絶対食べてほしい一品です。現在お店が近くに移転しましたので確認お願いいたします。初代の店主がアルゼンチンに移住していた時の鶏肉料理を再現したそうです。ニンニクたっぷりで一度食べたら忘れられない味ですよ。やみつきになりますよ。ニンニクがすごい、でもそんなに匂わないですよ。沖縄天ぷら発祥の大島へ行きましょう。小さな島ですけど、天ぷらと景色を楽しめます。初めて島で天ぷらを販売したお店でいただきます。魚の天ぷら、もずく、野菜、すべて85円。塩味がちょうどいいですね。2階に食堂もありますよ。中本鮮魚店さん、糸満物産センター、道の駅ゆくらへやってきました。糸満漁港で水揚げされた魚を販売しています。沖縄でしか見られない珍しい魚がたくさんありますよ。フードコートもあります。刺身などいろいろありますよ。かなり安いです。ホタテのウニソース焼き、1個300円。刺身3パック1100円、マグロ、赤ジン、カジキ。天丼550円。マグロ丼850円。赤ジン、沖縄ではよく食べられる魚です。ウニソースが大好きです。食事処三日岩の新店舗、オープンしたそうですよ。糸満物産センター近くには、海水浴場もあります。ミニビーチ、綺麗な砂浜です。
バーベキューもできますよ。国際通りへ来ました。かわいいシーサーが目印のチヌマンさんです。飲んで、食べて、民謡ライブも楽しめます。泡盛もたくさんありますよ。シークワーサーハイボール680円。沖縄県産の魚も楽しめますね。お通しはもずくとミニガーの酢の物。ジーマミー豆腐528円。ピーナッツの香りともちもち感がたまりません。ピーナッツのことをジーマミーと言います。シークワーサーハイにぴったりです。甘じょっぱいタレが美味しい。ミミガーの中華和え418円。コリコリ食感が懐かしい。豚の耳を細かくスライスしたものです。沖縄では豚の鳴き声以外は全部食べると言われてます。島らっきょうの天ぷら638円。島らっきょうの天ぷらは最高に美味しいですよ。もずくも沖縄で食べると新鮮で太い、うまい。小麦粉にニラを入れて平たく焼いただけです。沖縄の人は皆これを食べて育ちました。ウスターソースでいただきます。からし菜を塩漬けしたもの。コンビニで販売しています。88ジュニアへ来ました。やっぱり沖縄といえばステーキですよね。ジュニアではサラダ、スープ、ライスが食べ放題です。ソースもいろいろ楽しめます。カットステーキ 150g 1100円。ジュニアステーキ 200g 1485円。S1 ソースでいただいてみます。柔らかいですよ。酸味があってお肉と相性バッチリ。ニンニク醤油も美味しい。ブラックペッパーもいいですね。
赤身肉なのに柔らかいですよ。国際通りで沖縄そばと地元飯巡りします。沖縄最後の一日、食べ尽くしますよ。朝ごはんは24時間営業の一銀食堂。ステーキやヤギ汁など沖縄地元飯はほとんど揃っていますよ。地元民に人気のお店です。券売機で買います。ソーキそば730円。麺は平たい名護そばを使用しています。鰹節ベースのスープです。お昼もドラえもんで沖縄そばをいただきます。ソーキそば800円。軟骨ソーキがトロトロです。国際通りで宮古そばの人気店です。麺はもちもちの細麺。スープは魚介ベースの塩スープです。宮古そば美味しいですよ。また食べたくなります。リピート確定です。入り口に券売機がありますよ。ドラえもんの真ん前に遊南芸があります。昼間は沖縄そばやチャンプルーや定食です。夜に沖縄でしか食べられない郷土料理を食べます。オリオンビールで一人で乾杯。人気店なので満席です。歩き疲れたのでビールがうまい。夜のメニューです。沖縄のソウルフード満載です。食べたい懐かしい料理がたくさんあります。ナーベラー味噌煮690円。ヘチマは本土では買えません。豚肉、島豆腐、ニラ、ヘチマ、絶妙な炒め具合です。甘辛い味噌も絶品です。これは食べないと損しますよ。カラス豆腐470円。アイゴのチゲを塩漬けしたものです。スクガラスと言います。昔から島豆腐にのせて酒のつまみです。今はあまり取れないので貴重です。手びち680円。沖縄の郷土料理、
沖縄に帰省すると食べたくなる一品です。トロトロの皮がたまらなく美味しい。コラーゲンたっぷりで味付けも最高です。グル君の唐揚げ730円。しっかりパリパリに揚がっています。沖縄最後に食べたかったグル君の唐揚げ、うまい。来年沖縄に来れることを願ってしっかり味わいます。沖縄本島の一周グルメ旅、いかがでしょう。長い時間お付き合いありがとうございます。沖縄グルメ巡り他の動画もチェックお願いします。最後までお付き合いありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。豆散歩、まだまだ続きます。